サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を、かつて戦災孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し金を払えなかった。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海、もう少しだよベルメールさん。長かったけど1億ベリーまでの、あとアーロンから解放される。アーロン、おお、どうした我らが有能なる測量。あんたが手を回した海軍がどういうことよ。お金の上の約束は信守るぜ。とぼけるな。お前が、俺が約束をいつ破った。シャーク。ルフィ、あん、知らねえ。あんたには関係ないから、島から。ああ言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。おう、血がやべえな。まずあっちを片付けとくか。ナミさんを泣かせるような奴らは一匹残らず下ろしてやるぜ。暑苦しい野郎だな。俺は司令塔の役を引き受ける。本当はお前らに任せたからな。シャッと行くぜ。ところに行かねえと。よし、アーロンパークはこっち。何言ってんだゾロ、反対だぞ。こっから見えてんのにどうしたら間違うんだよ。まいったね、どうも。だがまあ、レディーを傷つけるようなクソ一味より100倍いいか。同胞たちよ、くだらねえ人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。奴ら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。シャー。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。うなっ、なんちゅう強。ナミはかわいそうだと思うし、力を貸していい気持ちは、死ぬのはちょっとバスだ。みっともね、今ここで
全力で戦わなかった俺に、男ウソップ逃げるわけにはいかねえんだ。嘘じゃねえ、本物の勇敢なる海の戦士になるために。もうのんびりと楽しいだけど快速ごっこは終わったんだ。頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだな。よし、俺が引き受けた。あいつ一人で大丈夫かよ。やるじゃねえか。これで先に進めそうだ。何しに来た？あんたを殺しに。殺しに？シャー！俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶっ。お前がまた俺たちの仲間として海図を書く。ナミ、お前は俺の仲間か、それとも。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺す。私の一言でみんなが。でも私は助け、ごめんみんな、私と一緒に死んで。抵抗したところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしねえ。敵の援軍が止まらない。陸路を使って裏から攻めるのよ。よし、援護は俺に任せろ。裏の連中を守るのを忘れんなよ。シャット。シャット。イテロック様も。
何がしていいのかはわからねえけど、あいつらに勝手な真似はさせるな。行儀は悪いな。アーロンさんが相手をするまでもね、俺が片付けてやるぞ。足場は固まったな。もちもちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ベルメールがナッちゃんをかばって死んでから8年。ナッちゃんは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。村人全員いつでも戦う覚悟はあったんだ。やっろ、今度は俺たちがナッちゃんのために戦うんだ。勝てなくて見てて、ベルメルさん。私。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵のザコどもを食い止める。この間に何とかしよう。やれ、敵をぶち殺せ。一つは俺に任せろ。見てろクソども。
来るのか遅いぞ。俺を殺す気か。よし、ゲット。行儀は悪いな。ゴムゴムの三刀流三脚三度キックコース。このままじゃ終わらねえからな。腕を見せてやる。これでも食らえ。見たか、俺様がスイッチを一つ壊したぞ。やるわね、ウソップ。私も頑張ってみる。奴らを倒して進むわよ。三刀流三脚混合キックコース。